界大会みたいなのがあって、絶対取ってやろうと思って、血の滲む思いで作ったのが結局は3番手かなんか、開き直って、いやもう好きなもの作ろうって伸び伸び作った、ただチャンピオンになれたりとかしてるんで、意外だ、分かんないもんだなと思ったその時、細かいところまで綺麗に作るっていうのはいつも考えてるけど、10個のバイクがあって、そのうちの1台がみんなが好きなわけじゃなくて、何種類かやっぱり好きなパターンがいるやん。自分は踏んだら下からドカーンってくるトルク感がやっぱり好き。1600自体がもうスーパーラグジュアリーや、快適やったね。バリバリラフに乗れるバイクやね、速いし、あんだけのもんがついとってあの速さやから、スーパースポーツみたいなやつ作ったらおもろいんちゃうの。当然計算されたエンジンだと思う、乗った感じもそうだったし、その不安感ないでしょう。いや、それ魅力的ですよ。メカニズムとして直六の24バルブっていうのはワクワクするよね。中世の近代兵器じゃないんだけど、時代背景っていうか、その空気をなんとか取り入れたいなって、これで完成っていうのはないんで、それがカスタムなのかなとは思うけどね。忙しくて時間がないやつが乱暴な乗り物乗って、一瞬でも気分をリフレッシュできるような、そんなイメージ。どう繋がっていくかだよな、その先に。新しい方法っていうか、自分にとってものすごいプラスだし、成長できた。